平野紫耀と神宮寺ゆうた、とべ合流は我バ々レバレも、ひっそり消されたある証拠。滝沢秀明氏のプロデュース会社、戸べ、が、7月7日午後7時から YouTube チャンネルで生配信を行う。4日配信のニュースサイト、ニュースポストセブン、は、この日の生配信で、同社に元キングピンス、以下、 キンプリの平野潮と神宮寺ゆーたが合流すると発表されると報道。その他にもファンの間では二人の合流が確定していると思われる動きがあると話題になっている。同社が6日に公開した予告動画には二人の人物が登場。顔は映ってないものの二人のシルエットがどう見ても平野と神宮寺であることからもはやバレバレの状態です。実際、 滝沢氏は TikTok オーダー生配信を行った際、同社の今後についてを全てサプライズ発表にした場合、ファンがその瞬間を見逃してしまうかもしれないことを危惧しており、察してください、と発言していました。二人の合流は確定と見ていいでしょう。芸能ライター。 ファンの期待が高まっている一方で、実は運営側により、二人の合流を裏付ける証拠がひっそり解けされていたという話もある。同社の YouTube 動画に設定されたメタタグ、ウェブページの情報をウェブブラウザや検索エンジンに伝える目的で HTML に記述されるタグのことです。YouTube 動画のメタタグ検索サイトに生配信の URL を入れると、 キンプリというワードが設定されていることが発覚。これを一部ファンが発見し、SNS で拡散して大きな話題になりました。しかし、キンプリは現在もジャニーズで活動する長瀬角と高橋山のドゥオ名だけに、運営側もまずいと感じたのか、そのごメタタグから、キンプリがひっそりと消去されていたのです。どう 金プリも二人体制以降に平野市用、神宮寺ゆうたのメタタグ使用こうした動きを受け、流瀬高しのファンと脱退メンバーのファンの間で一部不穏な空気が流れている模様模様。というのも、二人体制の金プリファンから、とべが金プリのメタタグを使用していたことに不満をあらわにする声が上がったのだ。 一方でキンプリが二人体制になって以降にアップされた同グループの公式 YouTube 動画に平野氏用、神宮寺ゆうたというメタタグが使われていることが分かったんです。脱退メンバーのファンは、連回の方が先に平野と神宮寺のメタタグつけていた、と反論しています。どう 一部ファン界隈を騒然とさせてしまっている平野と神宮寺だが、まずは飛べ合流の正式発表を待ち。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。